藩長である、串崎城石長府藩は、現在の山口県下関市長府に、江戸時代に存在した藩の一つである。長州藩の市藩で、長戸府中藩とも言う。須原や武漢の居城、在所表記では当初は、長戸調府で、法歴年中より、長戸府中に改称されている。藩長は、串崎城に置かれた。藩主は、毛利家である。 毛利元成の四男、保田元清の子で、毛利照元の養子となった、毛利秀元を半祖とする。秀元は、天正二十年四月十一日には、朝鮮出兵に向かうために、毛利家への本拠であった、広島城に入った秀吉によって、直接、照元の養子子となることを承認された。ただし、後日の紛糾を避けるために、 テルモトに男子が生まれた場合には分家することという条件の下であった。その後、テルモトに着難秀成が誕生した。これを受けて、慶長三年八月一日、豊臣政権は秀成を元都市への後継者として承認し、事実上敗着される秀でにはテルモトから所領を分置されて、大名となることが決定された。翌年六月、方針に則っ,って、 秀でに、長戸国一国と秋国最機軍及び巣を、国吉式軍の、計17万国をもっておじである、小早川高景の例に倣って、毛利家臣でありながら一度与富大名としての身分が、認められることとなった。この時が、長府藩の立藩であった。関ヶ原の戦いの後に、照本が秋他8カ国で112万国から巣を、 長門の二カ国二十九万八千国に減報された際に、照元が東の守りとして岩国に吉川広家を置き西の守りとして改めて長門国豊浦軍に秀元が領地を与えられた。後に長州藩は幕府の領海を得て三十六万九千国に高直しを行った。なお、長府藩は綱元の時におじの毛利元地に一万国を分地し、 師範の新末藩を立藩させている。歴代藩主の中では三代、綱元の子である、毛利義元と八代藩主の京隆氏が、宗家の長州藩主を継いでいる。幕末には、宗家の長州藩が下関を直轄領としようとした。ため対立したが、後に和解して、他の長州師範と共に、母親戦争で戦った。しかし、一審後に除釈された際には、 維新の功績に伴わず死尺止まりであった。このことに関しては、明治天皇のおじにあたる中山忠光が、調布藩に亡命していた時に暗殺されたことで、明治天皇が調布毛利家の白爵への助舎を渋ったと言われている。豊浦藩、豊浦県を経て、山口県に編入され、廃藩となった。戸様六万国女王二年、五万国享保三年、 三万八千国、教皇五年、四万七千国天命三年、五万国、秀元、保田元清の子光つ初代藩主、秀元次男綱本、二代藩主光弘長男岩長、総藩五代藩主、毛利吉本の長男元則、三代藩主綱元四、南、京広氏、長と新末藩二代藩主、毛利元平がついで改名。六代藩主、 京広市伊豆京隆六代藩主、京広市十男、京三つ宗家七代藩主、毛利重成長男京日薫、宗家七代藩主、毛利重成伊豆元吉、十代藩主、京日薫長男元運、十一代藩主、元吉蔵男元秀、十一代藩主元吉長男、元官の三男、元俊、十二代藩主元運六尾歴代藩主の中で秀元は、 豊臣秀吉から、三弘、綱本府氏は、徳川将軍家からの返旗の授与を受けている。また出身者から本家に入った、吉本、草原、重成も後に、将軍家から返旗を受けている。該当文字は太字で示してある。文政年間の毛利元義治世中の主要家臣は、以下の通り。家老など、洋人、白子、このほか 下級藩士、野木稀介の伝記に登場する中下級藩士は、以下の通り、もう年家文書天正19年旧暦3月13日付、慶長5年の県地による国高。慶長10年のもう年家午前朝にも、同様の国高が記載。慶長18年、県地では53万9000国余りを打ち出したが、山城地方では、一気も起きていることや、 広島藩主福島生息49万8000国との釣り合いなどを考慮して、幕府は県地国高の7割である36万9000国を表高として公認した、調布毛利14代北林寺、新松藩は、総藩の長州藩の体制に組み込まれ、同一行動を取った旨の案内版の説明あり、ありがとうございます。